トヨタ j z エンジンは、トヨタ自動車が製造する直列6、気筒 d o h c エンジン。M 型エンジンの後継として1990年に登場した。現在は V6 のクレーンエンジンが後継となっており、補給用エンジンのみの製造となっている。本エンジンの使用燃料は、すべて無塩プレミアムガソリンである。共通事項、JZK エンジンで最も基本的なエンジン。 このエンジンをベースにターボ仕様、直噴仕様、排気量拡大エンジンが登場した。このエンジンはレイジルとして開発されたため、エンジン全体はコンパクトな大きさ、ヘッドは効率の良い燃焼室形状を保持しつつ、バルブ系を大きくすることが求められていた。それによりエンジンの高さを抑えることができ、ストロークに対して ドアを広めに取ることが可能なショートストローク設計となっている。加えて、エンジンブロックは振動や曲げを抑えるために、ブロック骨格などを利用し、高い剛性を持つ設計となっている。また、先代の M 型エンジンとは異なり、基本型の当該エンジンから DOHC が設定されている。主な搭載車種とヨタ製一 JZGE をベースにしておりようかは、 ベースエンジンの 1JZGE とコンロット、ピストンを除きすべて共通である。しかし、シリンダーヘッドにのみ、j z 系エンジンの中では唯一、ヤマハ発動機による再設計が施されている。また生産は、加工部品をトヨタ自動車田原工場で製造し、アッセンブリをヤマハ発動機が担当するという他の JZ エンジンとは異なる体制をとっていた。 主な搭載車種主な搭載車種共通事項主な搭載車種 JZK エンジンの中で最強のモデルとなるに JZGE のターボ仕様のエンジンである。国内外からはトヨタ最強エンジンなどと評されることがある。カタログ上では 1JZGTE に引き続き 280PS の最高出力であるが日産 RB26D と並んで 1000PS 級の チューニングを施される例が確認できる。1JZ GTE にヤマハ発動機が関与している影響でこのエンジンにもヤマハ発動機が関与しているという論調が存在するがヤマハ発動機は当該エンジンには一切関与していない。主な搭載車種主な搭載車種2008年1月、トヨタ自動車は 同社公式 HP 上のリコール情報として、1JZ フズ及び 2JZ フズエンジンにおいて、長時間のアイドリング等特定のエンジン回転域を多用されるような運転により、インテーク側にカーボンが徐々に堆積し、吸入空気の流れが変化し、アイドル部長が発生することがあります。保証期間を通常の5年から9年に変更します。と発表した。 トヨタ社に限らず、ガソリン直噴エンジンにおいては、使用状況や経年変化によって、ススの体積、燃費の悪化、アイドリング不安定、エンストなどのエンジン部長、不具合が発生するケースも多い。ありがとうございます。